やっと宗谷岬到着です。2025年3月で撤去されるらしい。伊藤でか、はいはいはい、鹿がいた。でか、あでか。全長427m、 高さ 13.6m。 はい、じゃあ稚内駅に入っていきたいと思います。たい焼きみたいな鹿の角、鹿パン。最北端出発訪問到達証明。やばいです、ガソリンのメーターが点滅し始めました。すごいわ、これは圧巻です。ついに3日目の朝です。はい、とっくに昨日ついてたはずだったのに、ガクン。今ね、手塩町から宗谷管内の方に入ってまいります。はい、最初に入るのは幌延町。はいはいはい、幌延町に入ってきました。はい、幌延町はね、アイヌ語で、ポロヌプっていう、大平原っていう意味なんだそうです。ポロヌプ？うん。そして、酪農が盛んで、トナカイがいるの、ここに。だから本当はね、見に行きたいんだよね。あ、トナカイ牧場行くの？行かないし。今回はトナカイ牧場は行きません。トナカイって言ったら冬でしょ？確かに。ここから15キロって書いてあったよ。オクソロールがたくさん。すごい。これ1個3万円と言われてますから。噂だよ、噂。そして、見えてきました。おとん類風力発電所です。この風車、はい、なんと、3.1 キロにも及びます。そしてクイズです。この風車は何基あるでしょう？すごい数だよ。一番奥まで行っていいの？そうそう。50。あー、残念。28基らしいよ。この28基の風車って2025年3月で撤去されるらしい。25年って来年じゃん、うん、見れなくなる風車の景色かもしれないから、ぜひうちの動画で見てってください。本当だ、寂しいね。ここは利尻レアドのサロベツ国立公園にある駐車場で、ここから風車がよく見えるので見てみましょう、うん、はい、すごい、うわー、すごい数です。ほんと広いよね。広すぎてなんか回りきれない。もうおかげさまでね、はい、あのキャンピングカーを購入することができたので、はい、あの北海道もたくさんやっぱり回りたいなというふうに思ってます。はい、まあぜひ応援よろしくお願いします。お願いします。あのやっぱり視聴回数とかさ、いいねだとかチャンネル登録だとか嬉しいです。励みになります。お願いします。はい、豊富町に入ってきました。はい、酪農が盛んな町です、はい、なので牛乳とか、うん、生乳とか、はい、ソフトクリームとか、おとっても美味しい乳製品とかがいっぱいです。お、豊富と言ったらセイコーマートの牛乳、はい、うまいんだこれがまた。飲んだことあんのかい。セイコーマートの牛乳がもあるに決まってるでしょ。そうなの。あ、だけどね、俺お腹弱いんです。だからあんまり牛乳を直で飲むことはあんまりないかな。でしょ。もういいでしょ。豊富で言ったら、うん、サロベツ湿原だよね。おー、見ていきたいんだけど、ご覧の通りあいにくの小雨まじりの曇り空です。まあ、サロベツ湿原のね、園内ぐるっとこう一周できたらいいなと思ってます。ちょっとそこに行ってみたいと思います。はい、いい方向です。7キロ、サロベツ湿原センターに到着しました。はい、大きい建物だよ。はい、ここはサロベツ湿原センターです。言えた今回は。ちょ、はい、大人になったので行ってみよう。 Go。ここはね、うん、展示コーナー、エゾカンゾウとか見れるでしょうか。湿原ってさ、こういう泥炭、うん、
が堆積してるんです。へえ、こういう野鳥たちが生息してるようですよ。クマもいます。温泉娘の豊臣美優っていうのかな、これは。あ、全国にこんなに温泉娘いるんだ。知らなかった。知らなかったね。はい、それじゃあね、散策していきたいと思います。はい、目標ね、1キロのコースか800メートルのコースか、現在地はここです。ここです。今ここを回っていこうかなと思う。はい、はい、入っていくよ。はい、はい、いきなりジャングルです。すごいぞ。たくさんの花たちが見えます。サロベツっていう地名は、アイヌの人たちがこの地域をサルオペと呼んでいたことが由来しています。サルオペ、日本語に訳すと湿原を流れる川という意味なんだって。あ、そうなんだ。はい、ここ展望デッキみたいなところに着きました。おお、上がってみる。おお、ここから天気が良ければ利尻山が見えてたんだ。今日も見えません。今回一回も見えてないんだよな。で、サロベツ湿原はどんなところっていうことなんですけど、はい、1万年ほど前、サロベツ周辺は海とつながる大きな湖でした。へー。で、そこに生えていた植物が枯れて、分解されないまま泥炭となって、で6000年以上の年月をかけてできたのが今の湿原です。はい、ラムサール条約湿地。北海道こんなにいっぱいあるんだね。さっきこう出て、外周を通って今デッキ4にいます。結構大きくてよ、歩いたね。はい、いよいよ見えてきました、浚渫船です。そうですね、かつて湿原からデータを採掘するために使用されていた浚渫船を展示しています。はい、そしてこちらが水栓分離機です。浚渫船で採掘したデータはパイプラインで工場まで圧送され、最初に水栓分離機を通ります。はい、木道をぐるっと一周してきました。はい、どうやらね、逆から回ってたみたい、私たちね。あれ、本当？出口、確かに。はい、実は朝ごはんがまだでした、はい、今ね11時。普通昼ごはんだよね。ここにはレストハウスサロベツというところもありますので、何食べるかな。今回はサロベツホタテミルクラーメン。透き通ってる。でもミルクだからね、濃厚なミルクで。やっぱりミルクの味すごい、すごいミルク、バターがすごいアクセント。ホタテ、うわ、でか。一口で食べていいの？今気になった発言をしたなと思ったの。一口で食べていいのよって。これは。スルーされたからね。そりゃスルーするよね。ソフトクリームは自分で巻きます。怖いんだけど。いいの？結構すごいね。おでした。あ、ちょっと待って。ひどいことになってるけど、ひどいんだ。ちょっと面白いことになっちゃった。ブサイク。もう一回作ったら多分上手にできると思う。ピスタチオだってこれ、うん、なんか入ってる、なんかプチプチって豆感が。ピスタチオじゃないの、違う。牛乳の味も濃い、うん、牛乳でー150円。ちょっとカップに入って斬新じゃない？なんかすげえ濃厚で美味しい。いやー、美味しかった。いやー、美味しかったね。ちょっとここでしか食べれんもんね。うん。サラベツ、またのー。またのー。はい。
豊臣を出て間もなく最北端の地稚内に入ってきます。うわーやっと入ってくるよ。本当は昨日撮影は終わってたはずです。一日伸びてます今日も時間がありません。稚内に着く頃は1時です。はい、お店は5時で終わるところが多いと思います。4時っていうところもあったよ急がないとやばいよ。稚内に入っていくとこう正面見えるかな、こう山が連なってるような感じの景色が、うん、ね、うん、この稚内の宗谷地方の入り口っていうのはこう始まってくるんです。これ続いていくからすごいね山。はい、稚内といえばやっぱり日本のてっぺん。はい、まあ、水産とか酪農とか観光とかね、うん、盛んでやっぱり宗谷地方のやっぱり中心地になります。稚内も風が強いのでこういう風に風力発電の風車、はい、回ってるところが多いですし、うん、やっぱりこの宗谷丘陵、はいはい、これがやっぱりすごいいい景色だよ。うん、はい、まもなくノーシャップ岬です。やっと、 やっと来たわ、ほんと、ね、9キロ、はい、ノーシャップ岬に到着です。はい、ノーシャップ寒流水族館です。そして青少年科学館、これ2つを合わせてワッカリウムというそうです。おー、そうなんだ。はい、やっと到着。はい、暴風ですいや風強い、風強い。ただいまの時間1時。ノシャップとはね、岬が突き出たところとか、あるいは、うん、岬のそばとか、うん、岬の顎のように突き出たところとかっていうアイヌ語のノシャムが語源です。はい、いやここね夕日が美しかったのあ、やっと会えたよ君に会えた、3年ぶりそしてノーシャップ岬到着ですよかった、やっと来れた、ゴールですゴールじゃねえよここここは違うのか、晴れてたらね、利尻島、礼文島、ロシアのサハリンまで見渡すことができます。あー残念、ノシャップ寒流水族館です。行きたかった。おかげさまで、はい、稚内青少年科学館50周年ということで本日無料。そうです、やったロッキー大人500円、ワッカリウム両方でですもんね。そうです。よし、ちょっと時間がないから早く行くぞアザラシがいます。眠って、あ、ペンギンもいた、かわいい。やった、ノシャップ寒流水族館入っていきます。もう時間がないのでね、ちょっと追っかけ駆け足になっちゃうけどおかしいようこそノシャップ寒流水族館へ。タッチプール、はい、タッチプール、あ、これ粒とかナマコ、おお、前に動いてる、エゾンメバル、メバルがたくさん、うわーすげーいっぱいいる、耳がドクターフィッシュです。手を入れてみたいと思いますうわー来た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 、もにゃ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 めっちゃ食いてよ、おいこれ海洋水槽だそうです。魚はさ、うん、ほら回遊してんだよこれ、長い水槽でさ、伊藤でか、はいはいはい、伊藤さんですよ、あ、伊藤さんだ、伊藤さん、へえ、美味しそうな毛が、食べ物じゃないんだよこれは展示なんだよ。カメもいました、ねえ、上もいるよ、あ、スッポンですかこれは、スッポン、スッポン泳いでます、ポンスって言うんだって、スッポンだからポンス、本来はこういうようにね1階と2階になってました。よし、次は外だ、お、はい、
次は稚内青少年科学館の方に行ってみたいと思います。50周年おめでとうございます。おめでとう。すごいよこれ、なんかサンダーバードみたいな機械乗り物はい、中に入っていきたいと思います。今日は無料です。記念品もらっていこう。はい、50周年おめでとうございます早速入っていきましょう。はいはい。プラネタリウムもあるんですね。このサンダーバードのような乗り物は雪上車でした、ね、次これこれこれ、南極の氷が入っています。南極の氷、あ、これが南極の氷か。触ってみてねって書いてあった。お、南極の氷、俺もちょっと触りたい。触滑らかな氷でした展示室はこうなってて、今ここに入っています。環境展示コーナー、地球環境学ぼう。これ子供切れるのでかい地球儀ですね。本当だ、さーっと抜けてきました何これ。やってみますよ。聞こえますか。あ、こっちになってる。聞こえますか。はいはいはい、なんか聞こえたけど。応答せよ、応答せよ。これかな、これこれ。あ、聞こえる聞こえる。光通信を使って会話をしようだって無事ですか。いや無事ですかって、目の前にいるからついてくる顔、ついてきくる。あ、確かに、え、確かにこれついてくる。確かについてくるかもこれ南極展示コーナーはこんな感じになってます。カラフト犬、あの南極観測隊に同行した太郎とかジロー、そうなの、はい、いたよね、そういう、うん、太郎ジロー。こういう風になってんだ、こんな大きいんだね。見てきて、びっくりした、目が光ったよこれあれだ、南極の生活ってこうなってるみたいです。すごい ね、 ね、時間がなかったのでちょっと駆け足だったけれども、大人でも楽しめる、うん、ね、科学館水族館でした、はい、50周年おめでとうございます。またの記念品もらっちゃった。やった今ここさあ宗谷岬のゴールまでもうちょっとだよ。ね、もうちょっとだね。はい、今のシャップ岬を後にしました。はい、いよいよね、うん、稚内の市街地の方に入っていきますよ。鹿がいた鹿がいたこんな目の前にでかっ、あ、でかっ見えてる見えてる。おお、到着した。あ、止まれです。稚内港北防波堤ドームに到着しました。全長427m、 高さ 13.6m、 柱の総本数70本。おお、そしたらちょっと歩いてってみよう。はい、すごいよ。おお、すごい。どうですか、ローマの様式の建物ですかっていうような感じ。昭和の初期とかにできたっていうんだからすごいでしょう。ああ、そうなんだ、すごいよ、稚内北防波堤ドーム。はい、北防波堤ドームね、うん、上に行けるの。はいはい、はい、どんなになってんのかなと思ってちょっと行ってみたいと思います、はい、行きます。おー、ちょっとドームがすっごい見える、あー、すっごい、うん、アーチがね見えるし、こっちほら、へー、すごいよ、波がこんなになってました、上から見ると。すごい、これずっと続いてんね、これね、ほら向こうまで。まったのー、まったのー。はい、北防波堤ドームを後にして、はい、見えてきました、稚内駅です。まずはこの道の駅で車を止めて稚内駅に行きたいと思います。はい、じゃあ稚内駅に入っていきたいと思います。入ろう入ろう。懐かしいね。はい、稚内駅です。日本最北端の線路にやってきました。
最南端から北へつながる線路はここが最終点ですよ。お、すごいよこれ、キャップ。そうだよね、コーラのキャップじゃない、うん、キャップで作られてるの。ちょっと口元を映してみようかな現在は枠内駅ここで、さっき言った北防波堤ドームはここになります。ここか、こっちだ。こっち。道の駅港オアシス稚内に到着です。はい、駅の中にあります。ここにあるみたいだよ。はい、スタンプがここにあります。稚内駅は映画館だとかグルメもできる、お土産も売っている副業商業施設になってます。稚内セレクトです。こちらではお目当てのグルメがあります。行ってみよう。あった、あった、シカパン。あった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 よ、あった。シカパンです。これが食べたかった。あんこクリームチョコあんなし4本セットもあって700円です。シカパン、おー、生地が入りました。焼けてきてる。クリーム投入、あんこ投入です。あ、チョコ投入だ。あ、白玉入りました。いやー、おいしそう。たい焼きみたいな鹿の角、鹿パン。わかんない。おー、いいな鹿パンうわー、クリームが出てきた。うわー、雑だよ。クリームだ。もっちもちなの皮。外はカリッカリ、中はもっちもち。クリームは甘すぎなくてちょうどいいの。うん、うまい。ソーヤの塩ソフト。わあ、おいしい。甘くておいしい。甘みが増してる塩で。わー、シカパン美味しかった。美味しかったね。もっちもちだったよ。すごい大人気、行列できてね。初めて食べた、ね、はい、稚内駅またのー、またのー。はい、今稚内駅を出ました。次は日本最北端照明をもらいに行きたいと思います。いよいよもらえるのか。それはね、稚内の市役所でもらうから。事前予約が必要なのかな。いらない。あ、そう、うん、はい、今右に見えてるのが稚内駅、これ左です。稚内駅からまっすぐ来たとこだよね。 あ、これ稚内の町なのかね。あ、これ左で、右側に見えてくるのが稚内市役所です。もうこれだ、この右側。こちらでは最北端照明をもらいに行きたいと思います。まずはちょっと行ってみます。今日は土曜日ですのでね。そう、はい、開いてません今日は土曜日だったので裏口を利用しないといけなかったようでした。最北端照明、これじゃねえか、これ、うん、どこだ、これっぽいな。ここだと思います、裏口。こんにちは、すいません、あの最北端照明ってもらえるんですか。あ、すいません、ありがとうございます。はい、日本本土4局最北端出発訪問到達照明もらいました。やった、やった嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。あ、裏こうなってんだ。そう、ありがとう、とっても嬉しかった。ありがとう、嬉しい。まったのー、稚内市役所、ありがとうございます。はい、今稚内を宗谷岬方向に走ってます。あった、お、日本最北端のマクドナルドです。マクドナルド40号稚内店。あ、いた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 、いました。カーネルサンダースじゃないからね。いや、分かってる、はい、やってきましたよよかったよかったよかった、会えて、あ、よかったよかった。はい、この旅もいよいよ大詰めです。
稚内市内から宗谷岬の方に向かっています。天気がねちょっと悪くて雨が降ってて、もう海も大荒れ。宗谷岬までこっから20キロ。これ稚内空港？あ、ここにあったんだ。はい、宗谷の方に入ってきました。ただいま 467.7キロ、 ガソリンのメーターが点滅し始めました。やばいです。やばい。ガソリンスタンドまでは残り 8.4キロ、 残り9分ぐらいです。持つかなガソリン。あ、軽油ガス欠してなんて言ったらやばいよ。やばいやばいやばい。どうしようどうしようどうしよう。宗谷岬まであと5キロ、はい、ガソリンスタンドまで 5.5キロ。そう、燃料持つの。うわー、ちょっとここはみ出し禁止なんだけど。ガソリンスタンドまであと3分、約3キロぐらいです。急にメモリ減って、そして点滅しちゃったんだよ。そう、ドキドキ、お腹痛くなってきた。宗谷岬に到着です。うわ、でもちょっとガソリン先に入れるわ。助かった。危なかったよ。日本最北端の給油所です。安田関さん、ありがとう。はい、最北端給油証明書もらいました。よかった。あ、それも、あ、よかった。はい、嬉しい。いや、危なかった。命拾いしたわ。50リッター結構入ったよ、満タンに。助かった。はい、宗谷岬に到着しました。次はそこ、柏屋さん。ここでは日本最北端到着証明書をもらえます。はい、これ200円です。いや、よかった。おお、印字されてる。16時24分の17時で終わりだから。危ない危ない、ギリ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 。柏屋さんを後にして、はい、食堂最北端にやってきました。日本で一番北の食べどころです。はい、入ってみます。食堂最北端さんのメニューです。今回頼んだのはおすすめのもずくラーメンと、おすすめのホタテラーメン、もずくラーメン醤油味、1300円です。ホタテの塩ラーメン、すごい塩、すっごい懐かしい味する。効いてる。もずく美味しい。うん、もずくはね、とろっとろ。でかっ、柔らかい、すごいギュッとしてる、濃厚。ホタテホタテってさばいでたからね。寒いからね、あったまる。さすが最北端。関係あるのかな。ごちそうさまでした。完食です。うまかった。いや、惜しかったけど、また暴風に雨、あ、急に寒くなった。やっと宗谷岬到着です。あれ、傘さしたら、傘なんかさしたら壊れるよ。あ、壊れるか。もう行くか。いや、もう暴風だから今気温17度。もう説明もしようと思ったけど、もう無理だこれ。はい、間宮林蔵の立像、限界です。日本最北端の地、はい、やっと到着しました。3日かかったよ。あ、大変だった。風がすごい。音聞くこっちの方がいいんじゃない、風。おまけでね、白い道入れるから、もしよかったら見てね。見てー。あー、もうしたんじゃねー。いやー、宗谷岬大変だった。宗谷岬は日本最北の地ですよね。うん、北緯45度、31分22秒。宗谷岬公園。そう、宗谷岬の丘の上にあって、まあ眼下にオホーツク海を一望できます。うん、旧海軍防楼とかね、今いろいろあって見どころもいっぱいなんだけど、今日はもう無理でした。はい、また次回の課題かな。宿題にさせていただきます。白い道に向かうこの辺の一帯っていうのは宗谷丘陵と呼ばれてます。
これは氷河期時代のナノコリの地表なんだよ、うん、へー、あれが何、地層なの。そう、すごいわ、これは圧巻です。うわ、牛だ。はい、牛さぼうもです。そう、今日は危険レベルです。そう、えりも岬に次ぐ風、暴風です。やばいです。いや、ほんとね、やばかった、うん、今日はやばいやばいってもんじゃない。あ、これ夏だからね今日。そう、8月だから。まだ気温だって 16.7 度、まあ17度、 14.7 度だったよ、宗谷岬のところ。またリベンジしたいね。もうちょっとあったかくて天気のいい日に。そうだね、真夏に来てこれだから、うん、いつ来たらいいのか分かんないタイミングだね、きっと。もうまたまたまた、ね、そうなったら、うん、白い道まで 200m です。もうすぐそこだ。たまに白いのがポチポチあるよ。あ、来た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 、はい、ここが一番いいとこ。下ってったらほら、奥に海が開けてる。うわー、鹿だー。びっくりした。びっくりした。びっくりしてるよ。おお。あ、海が、海が開けてきたー。はい、白い道。これで終わりです。へえ、すごい白い。ほら、白い道の正体はホタテです。よかったー、よかった。はい、ちょっと白い道歩いてみてます。これでもう全部終わり。今回はきつかった。天気が悪いから余計きついんだよ。いや、そしてまあいろんなね、トラブルだとか時間かかっちゃったり道間違ったり、今もだけど。ただいまの時間18時。3日間かかった。この動画が良かったと思う方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。したっけね、見える白い道。よかった、疲れた。イエイ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 。頑張った頑張ったわ。